これで行くって宇宙まで。おいニック、どこの場いるぞ。あれ、その配色は。なんだ、頭でっかちの灰色がなんか言ってるぞ。ちょ、あの、やってきまーす。意外とうまくないか。はい、というわけで、もう1週間ぐらい前かな、もう1週間以上前か、ツイッターで、ツイッター、インスタグラム、TikTok で告知した通り、迎えに行く日でございます。まあ、どうでもある通りね、ちょっと私は、行く方法っていうのは分かんなかったんで、ニックに連れてってもらいます。今回、ニックが案内役なんで。今日もテレンス君にはいろいろね、ちょっと手伝ってもらおうと思います。写真になったりね、動画撮ってもらおうと思って。ニック、ここここちょっと勢い待っちゃったな。よー、ニック今日よろしくな。ありがとうな、手伝ってくれて。ところばがいる惑星はお前分かってんのか。なんとなく。何、どうした。うん、ウィーンで、うん、うん、はいはいはい、うん、うん。あ、場所分かってないよお前。なんとなくしか分かんない。お邪魔しますすげえな、今日ノリノリだねニク。前回俺こんなんなかったぞ。こんなん取り付けたら怒んな、怒ん、こんなのもなかった。なんだこれ、なんだ、こんなのもなかったじゃねえかお前。お前めちゃめちゃ準備してきてるじゃないか。テレス話すなよ、わかった。テレス、こ、テレス話すなよ、手を吹き飛ばされるからな、わかった。おお、ちゃんとエンジンかけてた。いやいや、ついていかせてここ何？これね、ここ何？は？ここ何のあれだろう？俺マジで分かんないぞ、ここ。ここちょっと打ち合わせ違うぞ。これなんだ、ニック。ニック、これ、ね、なんだ、これ、ニック俺、な、これで行くって？宇宙まで？ちょっと頼りなくないか？ちょっと、もうちょっとなかったのなんか、ちょ、頼りないなぁ。これ、これ何？これ何？え？人力？行ってこい！行くぞ、ニク！ 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、リフトオフ！ニック頑張れ！ニック！ ニック！ ニック頑張れ！ ニック飛び立て！ ニック飛び立て！頑張れ！ ニック頑張れ！ ニック内回り！ ニック！ 頑張れ！ 頑張れ！ 羽ばたきを止めるな！ ニック！ ニック負けんな！ ニックは！ ニック！ ニック負けんな！ ニック！まだいける！まだいける！おい！海面が近い！触れちまったら不合格だぞ！鳥人間は！まあ、おい、ニック、あんなんじゃさ、いけないぜ。動かしたものを元の場所に戻しますか。はい。きゃで、何？ふざけんなよ。お前、お前、ふざけんな、ニック！わかったよ、ニック。じゃあ俺一足先に宇宙行ってるな。じゃあな。ニックいつ着くんだこれ。ニック。ニック
ニック大気は超えたか？ね、ニック、ニック、ニック聞いてるか？ニック、ニック、やばい、翼が来なくなった！ニック、ニック、翼取ってきてくれ！ニック、翼がない！ニック、翼、あ、やばい！ニック、ニック落ちちまう！ニック落ちちまう！ニック、ニック、ニック、来てくれ！あはははは、いや無理やん、こんなもんは。わかるだろ。お前、宇宙人ならもうちょっと、いや、そんな、何年かかんだよ。何年かかんだよ。ところばの乗ってる宇宙船見たか、お前。あんないいもん乗って。お前なんかそういうのねえのかよ。なんだ、ここ。ここ、ここ何？ニック、ここも打ち合わせいねえよ。ニック どうやって俺は飛んでるか、ジャジャンじゃないから、肉肉、ジャジャンじゃない。いや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 、無理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 、いやいや無理。さっきよりもひどい、ぶっちゃけさっきよりもひどい。いくよ、あら、あらあらあら、あら、ニク、どうだった？あ、これ良さそうじゃん。これは？これは？あ、これいいじゃん。お、これすごいじゃん、ニック。うえ。これ無理だ。これ、ニック無理だ、俺。あ、ニック。ニク、雑雑、折り方雑だよ、ニク。ニク、もうちょっとなんかさ、文明を感じたよ、俺は。宇宙人の文明というかさ。ニク、俺らはさ、あんな動画作ってさ、あの動画大バズりして、3.1 万いいねだよ。TikTok でも100万再生だぜ。それでお前、これで終わんのか、ニク。頼むよ、ニク。俺を宇宙に連れてってくれよ。なんだ、ここ。おお、おお、おお、肉、細かい、ゲー細か。はぁ、肉、これか。なんで最初からここ連れてこないんだ、肉。じゃんじゃないよ。最初からこれにしようって。わかった。ちょっと待ってるわ。まずメンテナンスからな。ありがとう、ありがとう。ありがとう。ネジ締めもな。それ忘れると事故を起こすんだから、この最後の何何何、違う違う違う、あの、泡立てなくていいから。最終メンテを済まして向かおうと思います。 OK、 最終確認。おいおい、ニック、ニックは宇宙人だからさ、宇宙の空間に行けるだろ。俺はさ、人間だからさ、宇宙空間にこのままじゃ行けないんだよ。だから今回用意してきた、俺は。これで迎えに行こう。俺は準備万全だ。頼む頼む。よし。じゃあ、ニク。完璧だ。行くぞ！ニク、頼むぞ。迎えに行こう。グッドラック！俺、G に耐えられるかな？ G に耐えられるか？うわぁ！うわぁ！ニック！ニック！これすごいぞ！ニック、すごいぞ、これ！おい、おい、掃除しろ、掃除しろ！
ニック操縦操縦墜落するってニック早くもうわーニック操縦しよう。これ戦闘機なんて久々だからよ。オーケー、やめろ、そんなことしなくていい。ニックやめろ。うわニック、これ宇宙行く前にくたばっちゃうよ。何修理が必要なのか。ニックダメだぞ、降りちゃダメだぞ。ニック、俺運転できねえんだよ。どこに向かってんだ。あ、こっちにも宇宙船があるのか。オッケー、止めてくれ。ニック、え、ニック爆発したけど。おい、俺いつ宇宙に行けんの。ニック、なに二人で上がっていく。あそこでオッケー、行こう。俺たちあれで行けるんだよな。なんだここ、ここをところば大丈夫、あ、大丈夫か、ここか、ここなのか。ところばがいる星は OK。 じゃあここのどっかにところばがいるんだな。あ、いる、ところば。おい、ニック、ところばいるぞ、ところば、ところば、お待たせ。ん、あれ、こっちだ、こっちだ、こっち、こっち、ニック、こっちいる、ところば、お、ところば、よし、合わせ、あ、本日のお勤め特製味噌。ここは何をやってるんですかね。うちはラーメン屋やってる。あ、ラーメン ラーメンをワーミーソックサイズでめっちゃ可愛いこっちにもあるんだ。これ地球でもすごい人気なんですよ。第一号店です。第一号店のやつないだろ。お前嘘つくなお前嘘つくな。あなたはところばのいる場所知りませんか。ところばと友達だったりしませんか。友達じゃないか、そっか。はぁ、あ、あの踊りはそうじゃないか。ごちそうさまでした。お待ちしております。ところば、登って生きていけよな。これ登れないんだよな俺。あ、なんか、はい、あ、すいません、お邪魔します。ちょっと待って、そのあれ、その配色はトコピー。うわ、これどっちだ。ちょっとわかんないな、これは。これみんな、これもいるいる。逃げるんだけど、あいつ逃げるんだけど。ワーミーソック族って基本的に臆病なのかな、種族として。だからちょっと一見で突き入っていこう。
お邪魔します。お邪魔すいません、ちょっとノックもせずに。ところばじゃないな。違いますね。違いますよね。どこからどう見てもキプフェルです。原宿から帰ってきたばっかなんで。あ、そうなんだ。ちょっとイケイケな感じだ。あ、ちょっと待って、へそぴついてる。へそぴついてる。かわいいへそぴ。ネイルもすごいんだけど。この惑星にちょっと急にお邪魔してあれなんですけど、ワーミーソック族のところばってやつを探しに来て、青いアイスを持ってる。あ、こいつこいつ、ちょっと、こいつなんだけど。あ、見たことある。見たことある？地球で。あー、地球でか。他のお家の人に聞いてみたらわかるかも。わかりました。ありがとうございます。欲しい人いるかも。OK。肉肉。ここで票を集めようとしなくていいから。しかもここでは絶対集まんないから。ここでお前に票入れるやついないだろ。あれ？あれ？いやー、なかなか、あそこにもいる。あ、でもそうなんすいません。別のモリングがファッとしてくるわけであって、まあ、我々のグローブ。すみません。あ、宇宙人。珍しい。ところばってやつを探してて、はい、青いアイスとかを持ってる。普段お二人は何をしてる方なんですか？あ、我々は見ての通りビジネスワーミーだ。ビジネスワーミー本当だ、 FBI だ。 だ我々は基本、そう、オフガリッドをペペチョする仕事をしていてマルグリンドをファッチするという工程について彼とモスキートしてたんだ。ほんと意識高いカタカナたくさん使う系なんだけど、どこの惑星にもいるんだな。君はマルグリンドをファッチしないのかい？何言ってるかわかんない。そうだな。あの、仕事できる方たちには間違いないと思うんで、青いアイスを持ってるところばっていう人を見つけたら僕に教えてほしいです。ちょっとその人をちょっと探しに惑星にお邪魔していて。まあ、なんだかよくわからないが、そう、我々ワーミー族はな、基本的にこう家の中にいるやつほど知能が増すコルスするからな。そうなんだ。あ、すまないすまない、カタカナはダメだったな。地球語で言うと賢いって意味だ。あ、そうなんだ。だから、すべての家を回った方がやっぱりいいのかもしれないな。わかりました。ありがとうございます。うん、じゃあ、この、ちょっと。そうなのか？ちょっと知能低めというわけで。頭の。え？そうなのか？な、これ。なんだ、頭でっかちの灰色がなんか言ってるぞ。なんだ、こっちの方が、こっちの方が我々に肌の色が似てていいな。いや、自分は知らないです。センター。センターファッジだ、センターファッジ。センターファッジなんだ。ファッジか、ファッジか、ファッジだな。ファッジ。ダメ、お前捕まえられる、ダメだ、ダメだ、ニック。お邪魔しました。君たちのモルゴリストにファッツあれ。意識高えなぁ。すごい、いろんな種類の方々がいるなぁ。あ、まだ食べ終わってないんだ。長いね。ところばか？ところばじゃねえか？ああ。ところばっていう人を探してるんですけど、ご存知だったりしませんか？なんでこれ持ってるんですか？なんですかこれ？美味しいから。あ、美味しいから。これあんま難しいことわかんないから、お家の人に聞いて。あ、わかりました。やっぱ知能低いんだ、外に出てる人。外に出てる人、ちゃんと知能が低い。お邪魔もう一回開けるよ。ダメかもしんない。ちょっとダメかもしんない。この家どうする、やめとくか。いるな。すいません、すいません。え、おや、すいません、お邪魔します。食事中でよければ。あ、ごめんなさい、こちらこそ。お食事中に、ここに住んでるの。地球食大好きな、はい、ワーミーでルームシェアしております。あ、なるほどね、地球食を好んで食べるワーミー族だ。だからこれも持ってたんだ。はい、お寿司も食べてるし、エビフライも食べてるわ。これはもう一番の大好物だからですか？はい、このエビフライ食べてたら
こうなってました。あ、もうなっちゃうんだ。よろしければ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。うちの、はい。地球代表宇宙人ニックもお寿司作れるんですけど。あ、盗まれちゃう。ニック、お前の超一級品の寿司を出してやってくれ。これ知ってますか、地球の。これ電子レンジって言うんですけど。こっちにはない。この惑星にはない。私の場合は生食専門なもので。ああ、もうね、何でも出せちゃうんですよね。地球の違うな。肉違うわ。まあこれもちょっと食べてみてください。これとこれ唐揚げですね。そうだけど。あ、辛。肉違うよ。美味しい。ね、いやレモンはちょっとあのかけると怒る人いるから。あの僕ここの惑星にところばっていうワーミーをちょっと探しに来たんですけど、会う約束をしてでちょっと場所が分かんなくて今。あれも日本食好きでなかなか気が合う人だったから近くに前は住んでたと思うんだけど。あ、そうなの？やっぱ日本の食事が好きなんだ、うん、あいつ。わかりました。最近会ってないね。でもこの惑星にはやっぱいいんだね、肉。正しかった、うん。お前は間違いじゃなかった。ありがとうございます。はい、頑張って。バイバイ。はい、ありがとう。バイバイ。おーい、お前やったそれ、毎回。はい、わかりました。ここ。なんか騒がしいな、この家。ちょっと開けてみるか。あの、もしかして僕のこと知ってたりしますかね？誰だはずないでしょ。挨拶覚えたでしょ、挨拶覚えた。こんにちは。そうな、あ、はい、こんにちはは地球語ですね。日本語。あ、ほら。ニックそうですよ。だったの？そうですよ。宇宙人最強決定戦のニックですよ。握手。ああ、よかったな。え、っていうことは、話が早そうだ。ところばを迎えに来たんですよね。この惑星にニックと。でも、この惑星のどこにいるかわかんなくて。チョコちゃん。日本語教えて、あ、日本語教えてもらったの？やってないかも。そう。そっか。ところばこっちでも日本語教えてもらってんだってさ、うん、嬉しいな。でも最近見てないね。最近あんまり見てないね。そっか。そうなんだろう。見てない。ありがとうございます。お邪魔しましたありがとう。ありがとうございます。やばい、ニックめっちゃ知能低そうだぞこれは。あ、てか足も短い。生まれたばっかかな。赤ちゃんかも。パパとママ お前に会いに地球行って置いてかれた。あ、置いてかれた。何歳なんだ。うん、あ、5じゃなくて4だよな。4だ。4歳か。ママ、うん、どんすいません。よいしょ。はい、どうされましたか。どうぞ。お邪魔して、あ、ありがとうございます。わあ、どうも。ゆっくりしていってください。ありがとうございます。おー、ダメ、これなんだ、これこれ地球だと、パパが買ってきてくれた。地球だとこれ大人しか飲んじゃいけないんだけど、うん、これいいの？大人しか飲んじゃダメなんですけど。そうだよ。うめえ。うめえっていうのはお前ダメだろ。ねえ、それ食べちゃダメだよ。あ、シャボン玉食べちゃダメだよ。食べちゃダメだ。なんで食べてんの？いや、これ美味しいよ。美味しい関係ない。ダメだよ、飲んじゃ。美味しい。ああ、すごいな。ありがとう、ありがとう。あ、ベロベロって。それも食べちゃダメだよ。全部口の中入れるんだから。ママ？ママじゃない。違う、ママじゃない。全然造形が違う。ママ、ね、全然造形が違うでしょ。違うよ。普通のワーミー、そう、子供の時ってむっちりしてんだね。いやー、むっちり。今度またワックス遊びに行くから、その時遊ぼう。うん、わかった。うん。じゃあまた、すいません、お邪魔しました。うん、バイバーイ。はーい。はい、バイバーイ。え、コントローラーも、あ、ダメ。
ないでよ、ダメ、持ってないで、泥棒だ、泥棒もらった、よしよし、うわっ、ぽちゃんじゃない、ちょっと、すいません、すいません、あ、本当ですか、こいつミニハーデモで最近もう地球の番組好きですよ、ずっと見てる、ありがとうございます、ぽちゃんのお友達なんでしょ、え、待って、今何て言いました、え、ところばのこと知ってます、そうか、私親戚なのよ、とこちゃんの、え、そうなの、とこちゃんを探しにこの惑星に来たんですけど、ところばの場所って知ってたりしませんか、この惑星に帰ってきてからね、なんか一人暮らしするって意気込んじゃって、うん、あ、そうなんだ、来ちゃったみたいで、場所わかんないのよ、あ、ミックじゃない、前までこの辺にいたんだけどね、久しぶりだわね、ちょっと、あ、そうそうそう、お、元気アメちゃん食べる、ありがとうございます、あ、ニック嫌がってるから、じゃあもういじめないだろ、奥さんちょっとすいません、ちょっとこの引き続き探させてもらいます、ありがとうございます、わかったわ、またね、これめっちゃうまい、うまいかもしれない、うまいかもしれない、ベロ使いがやっぱうめえな、あ、なんだ、なんかやっぱやばい、危ねえ一回ニック集合、ここは危ないわ、ニックちょっとシルエットの後ろに隠れながら行こう、お邪魔するか、すいません、びっくりした、はいはい、あ、すいません、あー、ぬめぬめしてる、はい、あのカエルなんですかこれは、はい、カエルって何ですか、あー、カエルがわかんねんだ、ちょ、ぬめつ、肉ちょっとぬめぬめしてんだよな、ちょ何してるんですか、ちょ、綺麗にしたいなと思って、ちょ、この星はあの水が少ないので、はい、ぬめぬめ大事なんですよ、あ、ちょっとニックじゃあやめとこう、ごめんなさい、すいません、そういうの分からなくて、ニックダメ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 、ちょっとずつニックダメ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 、食べますよお聞きしたいことがあって、ところばってやつがいると思うんですけど、一人暮らしをしてるって聞いて、ところば、はい、結構うちにも遊びに来たんですけど、え、なんかいいんですか、ただあいつ最近住所まで聞いてないんですよね、あ、そうなんだ、いつも遊びにやってるけど恥ずかしがって教えてくれないんですよ、なるほど、そうです、なるほど、かわいい、ベロが伸びるのがあれか、カエルとニック、ニックちょっとベトベトしてるから、ニックちょっと一回除菌してくれ、あれな、すっごいぬめついてたな、ちょ、あ、で、足も頼んでいいか、ありがとう、ありがとう、あ、気まずい、ニック気まずいから行こう、ワーミーソックコスプレイヤーの家カルバス酒場、ちょっと待てよ、思い当たる節があるぞ、俺違うコーナーでさ、サキュバスになったワーミーソックが懺悔に来たんだよね、え、まさかとは思うけど、そいつではないと思うんだけど、一応。お邪魔しまーす。あ、やっぱお前か、お久しぶりですね。サキバス改編をしてるワーミーさんだ。燃やされて転生 して戻ってきました、ここに。頑張って地球に行ったのに。こっちでもちょっと、あれなんですね。コスプレをしてるんですね。結構頑張ってやってます。あ、こっちでもコスプレ勝つな、ちょっと今回もコスプレたくさん見せてもらっていいですか、せっかくちょっとこの惑星まで来て。ありがとうございます。そのキャラね、僕も好きです。つい最近僕もそのキャラね、コスプレさせてもらいました。まだまだありますよ。全然まだまだあります。コスプレばっかし。今、ブームがわかるね。そうです。お、すごい。ちゃんと炎魔王だ。すげえな、やっぱコスプレイヤー健在ですね。ありがとうございます。一番合ってないよ、キャラとも。え？一番合ってない。なんかもうちょっとさ、合う。うん、そうなん。合ってねえって。あ、でもまだ濁ってないじゃん。あ、ちょっと濁ってきてる。ちょっと濁ってね。
ちょっとニコちょっと、あ、ちょっと契約したら、わかるかも。やばいやばい、や、契約、あー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 真っ黒になっちゃった。あー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 もうこれダメだ。手札がありすぎじゃない手札これダメ、ミスダメだ。ルーレットです。なんで、なんでまたルーレット仕込んでんの2、これは?2は結構当たりですね。結構当たりだって。よかったな。結構当たり。ああ。すげえ。ああ。これ何が当たりなのか外れなのか分かんないからな。あなたの裁量だからな。はい。あー、2はちょっと外れですね。あんまり良くない。いや、さっき2当たり。お前、俺のこと嫌いなだけや。ニッキの時2当たりだったの。なんで俺の時外れになるんだよ。すいません、あと、ちょっと聞きたいことあって。何ですか?ところば、あの、ところばってやつを探してるんですけど。見たことあるかも。ああ。そうそうそう。そうそう、こういうの持ってんのよ。自分もずっとこの部屋の中でコスプレやって一人で寂しく。あ、そうなんだ。写真撮ってるんで。というわけで、残る家はあと二つ。お!おいおいおい、なんだなんだ?すいません!え?なんすか?ちょっと感じ悪いな。なんか。え?怖っ。ワーミー族か、これ。すいません、あの、ところばっていう人を探してるんですけど、いや、ちょっと自分犬なんでわかんないっす。普通の犬いる。おい、すいません。ちょっと、失礼します。あ、普通の犬いるぞ。ワーミー族じゃねえのかよ。それわかんねえわ。あ、これも、すいません。うわ、なんか、見覚えのある。いやー、人間のお兄さんだね。どうも、こんばんは。そうなんですよ。すいません。ワーミー、まず、すいません。確認ですけど、ワーミー族ですか?僕はワーミー族だよ。すいません。地球にいる可愛い犬がいたから、それのコスプレをしてるんだ。な、そうな、コスプレなんだ、これ。またねー。バイバイ。頑張れ、頑張れ。あ!うわ、おい、うちのニックに何してくれてんだよ。おい。はい。ここら辺から、ワーミーソック族を、嗅ぎ回ってる奴がいると聞いて、通報が入った。はいはい、あ、すいません。お前か。あの、すいません。この惑星ちょっと探してる人がいて、どうしてもそいつに会いたくて。最近、地球からところばっていう奴が帰ってきたと思うんですけど。ところば様のことか。え?え?ところば様?護衛をしてたものだ。はぁ、護衛、なるほど。一人暮らしをすると聞いて、はい。どこかに引っ越してしまった。ああ、そうなんだ。まあ、ありがとうございます。せいぜい悪さをするなよ。はい、わかりました。ちょっと変なことはしないんで、ニック絶対すんなよ、変なこと。悪さするなよ。悪さしないようにします。ごめんな。悪さするなよ。はい、わかりました。この家が最後っぽいな。あ、いいこの声は?いいの?いいの?ありがとう。なんかちょっと、すいませーん。はい、どうもこんにちは。どうも。おい、なんか、誰?ところばじゃない?え、誰?ところばだよね。お前ところばだよな。誰?親戚だよね、それ。親戚?ところばは、自分の親戚好きど。親戚か。だから似てんのか。よく似てるとは言われるっす。めちゃめちゃ似てるわ。もしかして、地球の人っすか、はい、あ、そうなんですよ。地球から来て、なんか情報知ってたら教えてほしいんですけど、みんな引っ越したって言ってて。あ、そうみたいっすね。そう。なんか。自分たちもそれしか聞いてないっすね。地球に行くって言ってから、あんま連絡取ってなくて。あ、そうなんだ。親戚にも会えてないんだ。自分と、遊んでくれないかもしれない。そんなことない。ところばちゃんと遊んでくれるから。なんか立て込んでるんだろ。遊んでくれるかな。用事があると思うんだよな、あいつにも。いや、親戚の僕もちょっとところばにお世話になってるんで。あー、こちらこそ。お世話になってます、本当に。取らないで。見つけたら、はい、遊んでって言ってたよって。わかりました。言っといてください。うん。あ、で、あ、一応、あの、あ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 、
なんでさよなら。バイバイ。すげえな、親戚に巡らったぞ。よかったね。でもあれだぞ、もうほぼほぼの家を多分見回ったぞこれ。